どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。本日の動画はですね、サバイビング時アフターマス滅亡惑星というゲームを見ていきましょう。7月28日に発売されたんですけれども、滅亡した世界で人類が生き延びていくっていう、そういうシミュレーションゲームですね。 Steam 版は結構前から発売されてたんですけれども、日本語化されてなかったんですよね。今回 PS4、 Nintendo Switch とコンソール版が発売されて、やっと日本語化されたんですよ。結構楽しみにしておりました。というわけでね、早速遊んでみましたので、どんな感じのストラテジーゲームになっているのか動画で紹介していきたいと思います。真ん中に映ってるのはあれ、スペシャリストですね。スペシャリスト、まあ、スペシャリストって何って思うかもしれません。後ほど説明いたします。そしてオープニングムービー、英語ボイスのまさかの字幕なし。大丈夫これ、嘘、英語版だけじゃないよね、日本語化されてるよね。めっちゃ焦ってるんですけれども、ああ大丈夫だった、罰を押して返して返して、ああよかったよかった、びっくりした。まあこの手のゲームにね、オープニングムービーなんてあってないようなもんだぜ。ということでニューゲームやっていきます。プロローグって書いてありますけれども、物語が一応ね展開されるような形になっておりまして、近代文明は消滅した、超大国が権力とイデオロギーをめぐって争っていた時代は崩壊したのだ。何千もの隕石や巨大な物体が太陽系を襲い、空から火の雨が降り注いだ。大変なことになってたんだね。地球の都市は破壊され、広大な荒れ地のみが残った。国が消滅して残されたコミュニティはわずかなガラクタをめぐり戦争を繰り広げ、しまいには軍隊すらも消滅した。この終末世界の中で新たな故郷を作り上げて再復興への道を目指そう。さあ目指しましょう。このゲームの難易度設定は、さまざまな要素に難易度を設定できます。チャレンジ、大災害、環境などなど、まあ、上にタブが出ているんですけれども、一つ一つに難易度設定できます。ちなみに今回初プレイということもあって、全部簡単にしました。スペシャリストを一人選ぶことができます。なんか能力とかがありますので、なんかこれは好きなものを選んでね、ここは難易度には直接関係ないんですけれども、誰がいいかな。いやー絶対トラブルメーカーな顔してるよね。常に限界ギリギリ、自殺願望の塊ともいえる人物、やめてくれよ、こいつはダメだ。あ、ポケットモンス、あっとな、おっといけね、ポケットフンフフから大人になったサトシくんが来てくれたよ、ということでサトシくん入れましょう。この戦士と大人になって科学者になったサトシでいきます。なんかね、自分で旗とかも決めれるんですよね。この感じでいきます。コロニー名は刑事チャンネル一派でよろしくお願いします。そして心情がね、命大事に、やっぱこれっきゃないよね、サバイビングだっつってるからね、命大事にしていこう。 OK 全部決まりました。最終的に難易度は 50%、 やや優しめですね。ややっていうか、一番優しい、一番優しい、これが。さあこの地に我々刑事チャンネル一派のコロニーを作り上げるとする。ここをキャンプ地とするね。まあどっかで聞いたセリフなんですけど、いや違うんだよ、本当にキャンプ場建てるからね。キャンプ場って書いてありますよね。これキャンプ場建てたところが中心地となります。じゃあ建てましょう。いや一番最初ってこれ迷うんだよね、これ。いやどこに建てようかな、迷う、え真ん中、えでも端っこにする、真ん中にするみたいなね、めんどくせえ俺。ここで荒々しくキャンプ場建てました。このゲームはリアルタイムストラテジーなので、時間を止めたり早めたりもできますね。左下にね、一時停止とかありますよね。でキャンプ場ができちゃって、この周りにいろんな施設をね、建てていきます。その前に入植者をね、呼びましょう。今まだ一人だから、誰か来てって、フレアを打つから、フレアをね、これ打ってこんな真っ赤になって、おーなんだなんだって、みんな来るから、これ誰も来ねー、嘘やろ。うわー来た来た来た、何でもびっくりさせやがって、何時間差で来てんだよ。いやいきなり賑やかだな、12人いますね。これ多分難易度低めだから結構人数がいるとかなのかな。まあ何はともあれ全員家がありませんので、まずはこの人たちの、まあ、住む場所を作りましょうか。テントと仮設住居っていうのがありますね。テントは3人住めて、仮設住居はその倍の6人住めるんですよね。ただこのゲームちょっとポイントがありまして、あんまり一つの建物にたくさんの人数で住ませすぎるとプライバシーがなくなって子供が生まれません。まあ、つまりはそういうことができなくなっちゃうんですね。そういうことって何ですか？
私はそういうこととは一体何なのか、その謎の秘密を探るべくテントにすることにしました。テントに住まわせることでこの人たちは一体何をしちゃうんでしょうか。まあ、最初のテントは結構ボロなんで、人々の幸福度とかはあんまり高くないんですよね。左上のなんか人の顔のマークがあったりするんですけど、あのマークがなるべくニコニコしてるように頑張るっていう感じですかね。で、研究が進んでいくとね、テントもいいテントがねできますんでね。ほいでもって道路作りましょう。まあ、道路って言っても砂利道なんですけれどもね。まだ道を作れっていうチュートリアル出てきてないんですけど、いや見つけちゃったんだもん。こういうさ、街づくりっぽさもあるゲームってなんか最初のうちやたら丁寧に道とか引いちゃうよね。で、どうせ後々なんかめちゃくちゃなるのにね、なんかちゃんと丁寧にやりたいんです。こんな感じで道を引いていきます。ちなみになんですけど、道を引くのにはコスト一切かかりません。道引くだけ得ですね。この方が歩いていく住民とかのなんか疲労度みたいなのがたまりにくいらしいです。スピードも上がるのかな、確か。はい、そんなわけでですね、全員分のテントが完成しましたね。このテントの中でこいつら何するんでしょうかね。バカ野郎。いや、バカ野郎は俺だよ。どうも改めまして、こんにちは、刑事チャンネルです。ごめん、終始鼻声です。多分エアコンで喉やられちゃいまして、喉飴舐めたんだけども、お聞き苦しい感じで申し訳ございません。でもいいでしょ別に、もともとそんな美声じゃないからさ。というわけでご覧いただいておりますのは、サバイビング・ジ・アフターマス滅亡惑星というゲームでございまして、任天堂スイッチとプレイステーション4でそれぞれパッケージも発売されてるんですけれども、ただね、ちょっと高いんだよね、6578円。まあ、値段だけ聞くと高くはないんだけど、スチーム版とかだと、スチームが3299円で買えるんですよね。その代わり日本語サポートがないので、ちょっと歯がゆいなとは思ってるんですけれどもね。でもまあストラテジーゲーム結構好みだったんでね、今回買って遊んでます。で、やっぱり結構面白かったりするので、ただ面白いんだけれども、なんかね、作品的な特徴もあったりするので、まあ好みあるかなとは思いますので、この動画で気になってる方はぜひ参考にしていただけたらいいかななんて思いますね。あら、見えない、ちょうど見えないところで落ち着いちゃったんですけれどもね。というわけでね、続き見ていきましょう。降りた。次は水と食料ですかね。水は井戸や集水器、浄水貯水場なんていうものがありますけれども、じゃあ集水器にしようかな。どうやら水辺に作るみたいですね。なるべく効率の良さそうなところに建てて、そして意味があるかどうかは定かではありませんけれども、ちゃんと道路引いて、いやもうこの時点でさ、適当じゃね。ね、綺麗な街づくりもう無理だぞこれ、なんとなくわかるけど、いやお前ら道使えよ、全然道行かねえ。なんだ、まだ道できてないか。あー、びっくりした。もう道ガン無視でもう走ってってんのかと思ってびっくりしちゃった。あ、道作ってる、道作ってる、頑張ってください皆さん。ね、一人はその水集める建物を建築してます。いや、みんなで道作りすぎじゃね。もうちょっと建築手伝えよ。現在の我が刑事チャンネル一派のコロニーは幸福度はまあまあ、福祉もよし、快適さよし。まあまだ何も始まってないけどね。画面の上にですね、まあ、今の人口や食料の蓄え、水の蓄え、電気、木材、プラスチック、鉄、レンガなどなどの資源の蓄えなんかが、見て取れますね。まだ資源とかは採集できるような建物を建ててないので、ゼロのままだったりしてるものが多いんですけれども、この辺がねマイナスとかになっていかないようにコントロールしていくっていう、そんな感じですよね。ということで資源の収集をじゃあ行っていきましょうか。食料あるいは木材っていう感じですが、まずは木材を収集できる、備蓄所、これを作りましょう。ドン、建てまして、これただしですね、これまあ適当に今これ作っちゃいました。チュートリアルではなんか真ん中に作るといいよって言われたのでここに作ったんですけれども、マップの中に木材とか落ちてる場所があるんですよね。その辺の近くに建てるとより効率がいいかもしれません。あー、またすぐ道路引いてる俺、すぐ道路引く俺。さて、食料庫ですね。食料を貯めておく、倉庫みたいなものです。まあ、まずこれが完成しまして、ただし建物の範囲内に集められる素材がないので、作業エリアをちょっと出張させましょうか。こっちに木材いっぱいありますので、ここで作業してもらおうかな。ここはすごい効率いいね。その代わり、集めたものを運ばなきゃいけないので、まあ、近い方がやっぱりいいんでしょうね。で、果物のベリーが鳴ってるのでそれを集めましょう。これで食べ物と木材はなんとかやりくりしたい。
さあ働くんだよ。ただ飯食えるやつはこのコロニーにはいないからね。生き残りたければ働くしかない。あの人ベリー取りに行ってますね。ベリーをものすごい茂みの中に入っちゃったんで、こうもう全然この人見えないね。こっちの人が木材を集めてますね。ちなみにこれね、一人一人ね特徴見れるんですよ。この人はライリーさんですね。大人、各ステータスがあって個人個人の特徴もありますね。なんて書いてあるか読んでみましょう。暴力こそどんな難題も解決する。手を汚すことを好む。おい、とんでもねえやついたぞこれ。でもあれだよ、生産速度プラス 10% がついてるんですよね。なんかね、この辺の能力をうまく活かして思った通りの仕事に就かせるっていうのがちょっとね、操作として見つからなかったんですけれども、おのずと最適化されていくのかな。どうなんでしょうか。こっちの人は、オスカーなんて書いてるかな。方程式と関数で宇宙を解明することに強い信念を抱いている。自由より秩序、形式より機械を重んじる。反機械化、効果なし。反機械化ってなんだろう。古いやり方を好み、新しい技術を嫌うっていう効果はこの人にはないっていうことかな。こっちの人はアリア。この人子供なんだよ。子供にまで働かせて。この世界で子供でいることは簡単でも楽しいことでもなく、その中でできるだけのことをしなければならない。成長すればコロニーの役に立ちたいと思っている。もう今から役に立ってるよ。もう生産速度プラス 10% 最高です。でこの辺にプラスチックとか落ちてるんですよね。でこっちが汚染されていてっていう感じですね。で落ちてるプラスチックとかはこの後素材としてね獲得していきます。ただその前にですね、食料を生産しなきゃねっていう話ですね。ベリーばっかり取っててもやがてベリーも枯渇します。食料の生産が大事だと。選択肢としては狩りをする両場か釣りをする釣り桟橋なんですが、とりあえず両場を作ってみようかな。お肉食べたいじゃない。だってなぜかこの辺にドーン。なんでそこに建てた俺。いやちょっと森に近い方がいいかなっていう気持ちが働いてしまった。まあ、そんなわけでですね、ちょっと時間を早送りして両場が出来上がりましたでは両場の効率のいい場所を見つけましょう。効率がちゃんとパーセンテージで出てるので分かりやすいですよね。さあどこがいいのかな。死ぬほど迷った挙句ここにしました。いや優柔不断。さてじゃあ次は資源をねさらに生産していきましょう。さっきねプラスチックの山が落ちてたと思うんですけれども、あそこからプラスチックをねちょっと再利用しましょう。リサイクルして、まあここまで来たらですね、他のやつと手際は一緒です。建築して作業場を割り当てるっていう感じですね。ここのプラスチックを拾ってきてください。無駄に道路引いてる。道路引けば綺麗に見えるんじゃないかって思って無駄に引いてるわ。無駄にね。そうこうしてるとなんかイベントが起きてますね。どれどれ。凸凹の地面、突然ある住居から助けを求めるくぐもった悲鳴が、まあ、とりあえず地面に穴が開いたんで助けてくれと。で8号を作ると木材10号を失うよと。住民を助けるか助けないか、まあ、そりゃ助けるでしょう。はい、幸福度が上がりましたね。まあ、幸福度がすっごい高い場合は木材を節約するために助けないっていう選択肢もまあ中にはあるかもしれませんけども、今はそういう感じじゃなかったよね。じゃあですね、トイレを作りましょう。いやだってほらみんなね催すわけですよ。ただしトイレはですね、時間が経つと汚染されちゃうんですよね。まあ、作業員を割り当てれば汚染を除去することもできるんですけど、ちょっと離れたところに作っとこうかな。この辺か、この辺。男女別々、もちろん道は引くよ。綺麗に綺麗に見える、綺麗に。さて木材の収集効率を上げるためにもう一個備蓄所を作ろうかな。親になった二人に祝福を。子供生まれたぞ、子供生まれたぞ。お前らいつの間に、おいおいおい、誕生、アーチ生まれました。この不毛な世界で必ず幸せにしてみせるこの子。うわあ、生命の誕生だよ。あ、駆け回ってる。よかったー。テントにしておいて本当よかったね。
何かしらをしたんでしょうね。何かしらをね、ただ新しく生まれてきたアーチーの分の住居がないので、もう一個テント作ってやりましょうね。生まれてきた瞬間家なき子なんだよね、アーチーはね。さあこれでなんとかね、まだね人口こそ増えてないものの、なんとか形になってきたコロニーをさらに発展させるために我々は外の世界に行くということで、ワールドマップに出られるようになりましたね。このコロニーを俯瞰で見るとこんな感じで外に世界がさらに広がってるんですよね。で、外の世界には上に表示されてるスペシャリスト、最大10人まで雇えるんですけど、スペシャリストを送り込むことができます。まずはここのフラスコのね、マークがついたここに人を送り込むのがいいですね。このフラスコのマークのポイントがたくさん貯まれば、テックツリー新しい開発ができますので。しかし何も分かってない私は上に行かせるのであった。俺バカ、もう俺のバカバカ、俺のバカ。いやでももう一人いるから、サトシいるから、サトシ行け、サトシフラスコを取ってこい。新しい技術を手に入れるにはテックツリーをね進めていかなきゃいけないんだけれども、そのテックツリーを進めるのがね、この外の世界を回るしか方法がないんですよね。あ、そんなこと言ってたらですね、住民がやってきましたね。あー、ぜひ入ってもらいましょう。我がコロニーへようこそ。住民が増える方法としては、子供が生まれるか今みたいに外から人が来るかっていう感じですね。まあ、招き入れた途端みんなホームレスなんですけどね。家作ってあげましょう。頼れる仲間ができて嬉しい。クロエちゃん、クロエちゃんいい子すごく。ちなみに今の入植者たちの中にスペシャリストが一人いましたね。スペシャリストはね、定期的に雇うチャンスが訪れますので、増やしていきましょう。まあ、とりあえずキャンプ場作っちゃいましょう。人が増えるっていうことは労働力が増えるのでいいんですけれども、その代わり消費する水とか食料の量も増えていくので、ちゃんとね考えて拡大していかないとね。というわけで水どし。あれ、なんかホタルみたいな人いるね。なんかホタルみたいな人いるんだよね。なんかちょっとホタルみたいな人いる、光ってる。これ何、これ汚染してる。あ、しかもちょ待って、アーチー、アーチー生まれてすぐに汚染してる。ちょっとアーチを直してあげなきゃ、これ。医療テントですね。ちょ、アーチ生まれてきていきなり災難なんだけど、かわいそう。ここ。怒ってるわ。アーチ怒ってるわ。なんで誰も汚物を片付けないんだって。怒ってるわ。そりゃ汚染したらね、怒るよね。あ、で、クエストがね、発生してますね。群がるネズミ。これはワールドマップ上でのイベントですね。ワールドマップ上にですね、敵がいる場所がいる、あるんですよね。そこにスペシャリストを送って、まあそいつらを倒すっていう、そういうイベントがあります。まあそれ、おいおいやっていきます。おいおい。さて、コロニー内の資源もそろそろ取り尽くしちゃったよなーってなってきたら、このコロニーの中の広さももうちょっと広くすることができますね。偵察台を作ることで、さらにこの奥まで建物を建てたり、資源を取りに行くことができるようになります。まあ、ただあんまり広げすぎるとね、どこに何があるんだか分かりにくくなっちゃうんだけどね。さて、外の世界に行ってもらってたスペシャリストたちは作業が一人終わってるみたいです。テックポイントじゃない、サイエンスポイントを手に入れましたね。このフラスコです。フラスコゲットというわけでですね、じゃあお待ちかね、この手のゲームではお待ちかねのテックツリー見ていきましょう。結構いろんなカテゴリーのテックツリーがありまして、食料関係や資源関係、今まで取れなかった鉄とかも取れるようになるんですね。この辺進めていくとインフラなんてありますね。水道管とかあるよこれ。みんなの生活に関わるようなものもありますし、これね進めていったら結構近代的な建物ができるようになると思いますね。で、医療に関するもの、安全って書いてますけどね、進めていくと太陽光発電とかね、なんかあと映画とかもあったりするんですね。娯楽施設ですよね。まあ、そんなのもあるんですけど、まずは、素材を獲得する効率が上がりそうなものを選んでいこうかな。まあ、こういう基本的な部分をね、しっかりと開発しておけば後々楽になるかなっていう希望が、そういう希望的観測です。はい。さあ、いろいろとねちょっと進んできたので統計を見てたりするんですけれども、人口ちょっと増えましたね。倍ぐらいになったね。で、ただね、食料は、まあ、常にちょっと足りてないかな。このマップのベリーを狩り尽くしてしまおう。じゃあ、ベリー狩り尽くし大作戦ですね。
あ、そんなこと言ってたらですね、テックツリーの研究が一つ完了しましたね。カワハギが完了しました。そして次のですね、サバイバル術に研究が進みました。その後はどこに進めようかはまだちょっとノープラン。いや、水道管にするわ。どんな効果かわからないけど水道管にしました。あのね、これ水道管にすると給水塔っていう建物を作れるようになります。もうちょっと後になるんですが、調理場みたいなのも作ることができるんですけど、調理場を作った時に給水塔が必要になりますので、まあ、作っといて損はないかなっていう感じですかね。まあ、今はまだいらんけどね。ですね、じゃあワールドマップで左側にあのドクロマークついてるのわかりますかね。これが群がるネズミっていうクエストの場所になってますね。ただここにですね、プロフェッショナルを送り込むとバトルになるので、戦える戦士を送り込みましょう。まず戦士を当てがって戦闘開始しましたね。パワーバランス的には負けなさそうではありますけれども、もう一人偵察者、このスペシャリストも戦場に送り込んでみましょうか。2対1だぜ。これなら負けない。これだったら時間経てばそのうち勝ちます。それまではまあコロニーを眺めてましょうか。いい感じで発展しねえかな。いい感じでさ、まだまだだよね。おっと、とんでもねえイベント起きましたね。パンデミック、やめてくれよ今こういう感じ出すの。世間的にも結構ナイーブな感じになってるでしょうか。ですね、パンデミックがあとちょっとしたら起きますので、今のうちに医療施設をたくさん作っておいて、あとそうなると水がたくさん消費するので、水もなるべくたくさん確保しておいた方がいいみたいです。まあ、作れって言われてもね、そんなすぐにはできないんだぜ。建築を優先するってこともできますけれどもね。ということで優先。うわー、来たパンデミック。少しの間病人が多くなりますね。怖。まあでもそれ以外にできることはないですね。あとはもう祈るしかない。ちょっと水がね、備蓄が少ないので、ちょっと井戸を作って簡易的に水をなんとかしよう。で、水が2なんだよね。2足りねえってやってたら、こっちでですね、勝利しましたね。やったぜ。よっしゃー。でも群がるネズミっていうクエストはこれで終わりじゃないんですよね。他にもたくさんいるので、そいつらを蹴散らしていかなきゃいけないんですけれども、まあでも、都度、なんかちょっとご褒美がもらえるのでね。で、これ左側のマップとか、今なんか黒くなってますけれども、偵察してからだったらすぐに行けますので、まあ行っちゃってもいいんです。というか、行った方が本当はいいんですよね。これ初めてのプレイの時のあれなんで、何が優先順位高いかっていうのはあんまりわからずにやってます。ごめんなさい。後ほど行きます。いや、こっちを発展させたいなとか思って、うわーい、何急に隕石。このゲーム急に隕石落ちてきます。で、そうなった場合、テントとかその辺の施設が壊れるので、直すことはできます。で、こういうのさ、いちいちさ、直したりするのめんどくさいなって思うじゃないですか。建物の中には破損した建物とか汚染された建物を自動で直してくれる建物があったりするんですよね。多分そういうのがこのゲームの本領発揮なんだと思うんですよ。ただこのですね、ゲームプレイの中ではちょっとそういうところまで行けません。結構テックツリーとか進めなきゃそういうところまでは行き着かないかなと思います。だからある程度自動化が進むような感じなんでしょうかね。なんかこう建物とかが増えてきて見づらくなってきたら、こうやってですね、特定のものだけオーバーレイすることができます。これは建物のオーバーレイですね。それ以外にも人物だとか、この辺りに住んでる生物をオーバーレイすることもできたりしますよ。というわけでですね、マップを進めた方がいいねってやっと気づきまして、偵察行きます。まあ、ちょっと時間かかるんですけれどもね。これマップを拡大してテックポイント違うね、サイエンスポイントか、サイエンスポイントを獲得しないとテックツリーが進みません。テックツリーを進めましょう。あー、トイレが汚染されました。これも汚染を除去できます。で、さっき言った通り、この辺の汚染除去とかも自動化できる建物があるので、まあ、近くに建てたらいいですよね。まだ作れません。お、ワールドマップの調査が終わりましたね。左側にフラスコマークがありますけど、あれね、取れないんだよね、まだね。あれまだ取れないんだわ。さあ、なかなかね、このゲーム人口が増えていきません。まだ30人だよ。でもまあ、これで1時間半ぐらいのここまでのプレイですかね。何？コロニーが攻撃されている。ちょっと待って。攻撃？上と左。
両方から攻撃されてる。ちょ、待って、対抗手段あるのかいこれ。なんかですね、でかい虫みたいなのが襲ってきてるみたいなんですけれども、難易度がそんなに高くないので多分黙ってても返り討ちにしてくれます。ほら、こっちではもう、ああもう返り討ちにしてますね。普通の住民が勝っちゃってますね。一番いいのはスペシャリストをここに向かわせるのがいいですね。このやり方がどうやればいいのかわからなくてかなり右往左往しましたね。操作方法もちゃんと書いといてほしいぜって思うんですけれども、まあこういうのはね、最初ちょっとなかなか動かし方がわからんですよね。スペシャリストね、走るの早いから、すぐ来るから、これ早ーしかも強いから。いや、お前武器持ってんのかいめちゃくちゃ強い。一瞬で終わったわ。颯爽と帰っていくね。そして勝利。こうやってね、たまーになんか襲ってくるので、一応戦士系のスペシャリスト一人は村に置いといた方がいいんじゃないかな。村っていうかコロニーです。コロニー、刑事チャンネル一派のコロニーです。よろしくお願いします。今みたいなノリでスペシャリストはね、コロニー内にいるなんか動物、野生動物とかを狩猟してくれますね。そうすると肉とか手に入るんで、なんか特にやらせることがない場合はこういう風に使ってるのもいいかもしれませんね。こう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 、こういう感じ、こういう感じ。見える？見えねえよ、ちっちゃくて見えねえよ。はい、マシンガン乱射してますね。今鹿を飼ってるはずなんですけどマシンガン乱射してましたね。ごめんなさい、空気読まずちょっと画面変えちゃってますね。じゃあちょっとスペシャリストを採用しようか。採用ってやるとなんか多分ランダムで出てくるんですね。採用するかしないかは出てから選ぶこともできるんですが、ここは採用でいこうかな。でね、このゲームちゃんとですね、冬が来ますね。寒くなるんかい。温めなきゃいけないんですよ。フロストパンクみたいな感じになってきたよね。焼却炉を作って、いや、しかし範囲狭いな。範囲狭いな。まあ、テントの近くかな。こともあろうにね、別の場所にもテントを作ってしまったんですよね。大失敗。ちょっと離れた場所、別な場所で素材を取ってたから、ちょっと上の方にもテント作っちゃったんだよね。さあ来るぞ。やばい、来た、冬将軍。冬将軍来ちゃいました。でもね、まあ、バリバリの 100% ドサンコこの私。冬はね、いや冬やだよ、寒いもん。ドサンコだって嫌です、冬は。あ、ドサンコって北海道の人のことを言いますね。はい。しかもこれね、人が住んでるとこだけじゃなくて、これ集水器とか釣り場とかなんですけど、ここもね、温めてあげないと凍っちゃってんですよね。マジかよ。結構その施設が分散してしまうから、このゲーム。ということは、まあ、焼却炉もあっちこっちに作んなきゃダメですよね。大変大変。いや、こっちの湖もこれ凍っちゃってんだもん、これだってもう。あー、でもこれこれ、ほらちゃんと溶けてくれた、よかったー。いや、水とか食料がなくなったら大変だからね。画面の左上の方に紫とか緑色とか赤、あれが今起きてるイベントなんですよね。で、紫色でメインクエストが発生しました。ゲーム始めて2時間ぐらいでやっとメインクエスト発生です。発生条件は何なんだかはちょっとよくわかんないんですけれども、ワールドマップでいろんなところを探索に行くようなメインクエストが発生してます。ほら、ワールドマップにハテナのアイコンが出てますよね。ゴールドの方がメインクエストですね。こっちこっち、ここに、スペシャリストを送り込む必要があります。スペシャリスト投入、行ってきてください。するとですね、なんか物語が、まあ、文章だけで綴られるんですけれども、まあ、到着したら下で、今度左下の方にまた新しいアイコンが出てるので、今度あっちに向かわなきゃいけないんですよね。まあ、こんな感じでワールドマップを探索させるメインクエストになってるんだと思います。こっちのマップには群がるネズミっていうその悪党を倒すクエストのやつらもありますね。ただメインクエスト進め、いや、ついでに行く？いや、ついでだからやっちゃいましょうよね。ほらほら。で、もう一人のスペシャリストで他を探索しつつ、メインクエストは、まあ、じっくり目指しましょうね。さりげなくスペシャリスト結構雇い始めてます。いや、でもね、ワールドマップをね、調べていくっていう行為をしないと、このゲーム結構大変で、これ街の人、黄色いアイコン出てますね。これね、服のアイコンなんですけど、着るものがなくなってきたんですよね。で、着るものは作るためにテックツリーを進めなきゃいけないですし、もしくはワールドマップ行けば手に入ったりもするんですよね。ただコロニーを進めるだけじゃ、住民の不満を解消できなくなってくるんですよ。
こっちでは道具が足りないっていう不満が出てきてますね。これもちょっとテックツリーを進めないと手に入らない、もしくはワールドマップを探索しないと手に入らないんですね。いや、なんかおかしそうなやつ来たよ。おかしそうなやつ来た。でもね、なんかこのお金あげたら追い払えるんだけど、お金ないの今、どうなるでしょうか。神の怒り襲ってきたよ。ふざけんなこいつ、なんなんだあいつ。勝ちました。さあ、あっという間に今ね勝利しましたけれど、今時間を3倍のスピードでやっておりますので、めちゃめちゃ早く終わりましたよね。これ難易度難しいやつだったら多分ね危なかったっすね。時間を早くしすぎるのも考えもんだわ。ワールドマップを探索してるとですね、デッドクリークって書いてありますけど、これ別の勢力がね住んでたりするんですよね。取引とかもできるようになるんですけれども、そのためにはまだだいぶ先になるんじゃないかな。なんか取引場が必要って書いてあります。ワールドマップを広げていくと、ほらフラスコのマークあって、これでサイエンスポイント、テックツリーが進められる。ちょっと時間かかりますけど、テックツリーで畑作れるようにしようか。畑やっぱり食べ物大事だよね。ワールドマップで3つ目の場所に来ました。これでメインクエストが完了かな。ドゥームズデイシェルターの建築を開始って書いてありますね。シェルター作れってことか。これですね、作ってみる。いや、ちょっとでけえでけえよ。いや、シェルターだからね、でかくて当たり前。あ、待って、素材がないわ。あの鉄が必要だ。鉄まだね採取できませんよ私。まあ、仕方ないから畑作って、これですね、金属収集、これの研究を進めよう。やばい、町中に不満が広がりまくってきてる。え、ちょっと待って、なんだこれ、デンジ嵐。え、何、やばい、来やがった来やがった。何が起きるの、何が起きるの、何何、大丈夫、なんでもないね、なんでもなくない、やば。え、うわ、ちょっと待って、人死ぬぞこれ。まだ今のところ誰も死んでないのに。いや、でもそろそろ死ぬよ。なんかね、栄養失調とか出てきてるんだよね。あの食べ物をちゃんとしたものを与えないといかんので。やばい、栄養失調13人どんどん増えていく。あの鉄を採取して調理場を作らないと栄養が足りんだって。そのためにはこっち側、ワールドマップ側の探索が必要。よし、鉄も集まったんで調理場をね作りましょう。いや、鉄集めるの結構大変だった、時間かかったわ。シェルターにも鉄使うしね。とりあえず調理場なんとか作っちゃって、オッケーオッケー、これでオッケーですかね。あ、でもまだ鉄が足りないから建築が進まねえわ。鉄待ちです、鉄待ち。ちょっと鉄頑張って、鉄頑張って集めてください。あ、なんだ、絶望的な時代。言ったでしょ、食料が必要なんです。食料、ちょっと待って、食料全然足りねえ、やば。ちょっと待って、反乱が起きた、反乱が。待って待って、ちょっと食べ物がないからって反乱起きちゃったよ。ちょっとマップ間違っちゃった、切り替え。なんだよ、勝利したけどさ、いや、みんな栄養失調だからさ、なんか鉄集めて調理場作ることに専念しすぎてたけど、いや、そうだよね、人数がさ、もう今55人とかだから、その食料自体も増やさなきゃね。とりあえず両場でなんとか生肉生産して。やばい、食料不足、このままでは餓死する、書いてある。で、ちょっと釣り場も作りまして、いや、ほら人口が増えて、いや、なんか食料でもずっと足りてないね、食料ずっと足りてない。なんか、あ、でもシェルターできたかも。ドゥームズデイシェルター建築できた。シェルターの建築を続ける。あー、さらに続けていく。これが完全に完成したらストーリークリア的な感じなのでしょうかね。まあ、さらにそのためにはストーリーを進めていく必要があります。まあ、それを全部お見せしちゃうと紹介動画の域を超えてしまうので。ちょっと待って、調理場作ったんだけどなんか稼働してねえなと思ったら、給水施設に接続されてないって書いてある。どうすりゃいいのこれってこの時点では分かってなかったんですけど、一番右の給水塔をね作ればいいんですが、分かってなかったので違う水物を作って接続されずみたいな、そんなアホなことやってました。で、見てください、あの人口が今41人、さっきまで50人ぐらいいたんですけど、これね感染症とか餓死とかでなんか死んでってるんですよ。で、これ人が死んでいくとですね、なんだろう、釣り場とか漁場とかの食料を確保する施設から人がいなくなっちゃうので、
食料がより一層足りなくなるんですよね。今まさに負のスパイラル起きてます。どんどん人が減っていってます。食料を取りたくてもそれを補えなくなっちゃって、不必要な施設を壊すっていう、そういう作業をしてます。やべえ。そして人口25人半減しました。マジきつかった。一気に拡大しすぎたせいで食料が足りなくなって、人が死んでより食料が足りなくなるっていう、負のスパイラル、マジきつかったです。一筋縄ではいけません。まあこれでも難易度のモードはね、比較的簡単なモードにして遊んでますので、難しいモードにするともっと大変なのかななんていう感じがしましたね。でこういうなんかその街づくりのゲームが好きな方にとっては、これ街づくりだけじゃなくて、こっちのワールドマップの探索とかもやっていかなければいけないので、逆になんかちょっと煩わしくなるかもしれませんね。街づくりだけやりたいっていうよりは、街づくりしながらもう一つのマップ探索していく要素を楽しめるっていうような方には非常にいいかもしれませんね。いやでもこういうシミュレーション系のゲームが好きなんであれば、まあ、そこそこ楽しめるんじゃないかなと思います。ただね、まあ、何を言うのであれば、Steam 版は結構値段安いのに、コンソール版やや値段高めだなっていうところは少し不満ではありますけどね。まあでもあれでしょ、皆さんこういうゲーム見てるだけでもまあまあ楽しめた？どうでしょうかね。紹介動画はね、今日はこの辺にしたいと思います。なんか皆さん楽しめていただけたらいいななんて思いながらちょっと作ってみました。今回の刑事チャンネル一派の動画はここまで。というわけでいかがでしたでしょうか。私のプレイ時間は今回30分ちょっとぐらいにまとめてますけれども、だいたい4時間少々ぐらいのゲームプレイ時間ですね。手際よくやれば半分ぐらいまで短縮できそうな感じかなっていう気がしております。まあ、いずれにせよ時間をかけてじっくり遊んでいくような感じのゲームだと思います。まあ、最近だと、それこそもうね、ゼノブレイド3が出るとか、フリープレイの発表でね、龍が如く7がフリープレイになるよとか、そういう話もあったりで、なんか結構いろんな話題がね、ゲームでわってあった中で、なんかひっそりと発売されちゃいましたけれども、実に味のあるゲームだと思います。まあ、序盤のプレイを見ていただいて、いい点悪い点ね、加味していただいて、ご自身に合ってるかどうか判断した上で選んでみてください。というわけで、じゃあ今日の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。ちょっと喉を休めます。じゃあね。